突然の質問のコーナーイエーイよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。突然のコーナー、質問のコーナーということでですね。えー、ロジカルディスカッションクラブからやっていただきました。やってきました。ゆうさんからですね。はい。あのー、やらせなしで本当に 本当に本当にやらせなしでですねあの突然何のジャンルかもまあジャンル結構まあ結構最近固まってきたなっていう印象もあるんですがいつ何が来るか分からないんでいつもピリ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 してるんですけど私,私だけ <laughs> はいあの何でも答えますという言い切ってですねあの突然の質問を受け付けていくというこのコーナー もう何回目か忘れましたが、はい、第何回って書いてないんで、はい、第何回目か忘れましたが、確かに。<laughs> またやることになります。<laughs> やっており、なっております。はい。もう、<laughs> 私の中では、もう、えー、なん,えー、なんて言うんでしょう。緊張感が伝わってきますね。あ,あそうですね。<laughs> あと、この、広き、岩きに、岩きに広きという、この個人チャンネルのですね、 いわゆる一つのアクセントでございましてね。はい。いつも僕の顔しか映ってないのになんか二人いるぞっていう、このアクセント。ああ、なるほど。はい、ものでも,もございまして。はい。ぜひこれを皆さんお楽しみにいい、今回もお楽しみにいただきたいと思っております。ということで、ゆうさんよろしくお願いいたします。はい。お願いします。それでは、ゆうさん 突然の質問をどうぞはい。LGBT 法案って何ですかあーはい。<laughs> はい。ちょっとね、これは、これはですね、は,はい。ええー、どの方向から説明するかというのもあるんですが。まあ、そうですね、えっと、まあ。 な中身、中身、まあ中身なんでしょうね。それが出ることで何が変わるのかっていうのをちょっとお聞きしたいなっていう。はいはい。はいはい、あのー、今作っていると法案だと、えーはい、男性、遺伝子的には男性でも、 えー、トランスジェンダーとして女性になられた方は、女性のトイレに入れると。トランスジェンダー用ではなくてということですか。それはそれでやりますが、まずはそうだということらしいですね。あ、いや、普通の女子トイレに入れる。え、もうこれがですね。 はいはいはい。私が、私がよく見ている政治評論系の YouTube で、はい、もう大不評でですね、この。はい,はい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 。はい。だから私はもう、まずはこれを先に出したんですけど。なるほど。いや、確かに今それを聞いただけでも、私ももうトラブルしか起こんないような、はい、気が。女性側はびっくりするわ。はい。あと、 嘘つき野郎が入ってくるわ。そうですね。はい。<laughs> 何のこっちこの話はっていう。えっと、あれえっと、ごめんなさい。もう法案は可決されて、衆議院通った。はいはい、あ、衆議院通りましたよ。はい。あ、衆議院予算委員会かなんか、会議が通ったのかなもしかしたら本会議は通ってないかもしれません。 ああ。あ<ー>とりあえずもう通過の見通しはた立ちました。あ、なるほど。はい、じゃあもう、いずれ施行される。はい。そうです。ってことで、はい。ってことは、もうその、いずれ、えっと、なんだ。生物学的に男性が女子トイレに入るっていうことが認められるようになる。はい。そうです。まあ、トランスジェンダーに限り。はい。へえ<ー>、はい、それ、 あそうですか。まあ私ちょっと恥ずかしながらそういうとこ,ところは全然今聞くまでは追ってなかったので。これを批判している人たちは、まず最初にこの言葉を、これをこれ、これを例としてあげますね。いろいろと、いろいろとなってないところがあるんだけれども、あと日本の文化に即してないとか。はい いろいろ言いたいことはたくさんあるんだけれども、それが一番危ない、はい、危ないのがこれだと言ってますね。それって、あの、えっと、女子トイレって別に明記されてるわけじゃなくて、女性用施設とかってなってるわけですかあいや、女,い女子トイレだけ。いや、今、ね、ふと思ったのがえ、じゃあ、女用はどうなんだっていう。 女湯はどうなんだあ,あ,あ、女湯は入れるってそういえば聞いてますんで、はい。ああ、女湯も。女湯も入れるらしいんですよ。はい。あと、私が聞いてないというか、その政治評論家たちが例として出してなかったのは、あのはい、トレーニングジムのロッカーですね。はい。ああ<ー>。それは裸にはならないんで、水泳する人以外は。うん。また影響少ないですけどね。はいはい。 いやそのオンライン入れるのが多分一番そうですねはい、はい、あの、はい、もううん見たくない人もいるでしょうから手術そうですねはいだってオオンンライン湯女湯がケ、OK、ーだったら別にもう他のものもオッケーになりそうですもんね,んね、はい、でこれを、ね、<ー>これをはい議連を作って法案化させてるんですよ つまり、えぇ、ー、共闘派なんですよ。共闘与党派なんです与野党でやってるんですよ。<laughs> す、そうなんですね。しかも結構女性が入ってるんですよ、そこに。へえ<ー>。あの、右翼、右翼と言われた稲田智美さんとか、ご存知ですか <laughs> はい。はい。あの方も入ってるんですよ、その議連に。 えっと、まあ、これって、ひろきさんの、なんだろう、見立てでいいんですけども、えなぜ、この法案が作られて通ったでしょうか。ああそうそうそうあ。そ、そこの、そこの成り立ちの部分から先に話した方がいいのかなっていう、その、ああ、先に。どこから答えようかなっていうのは、その話だったんですよ。いやいや、でも、今、その、その順番ですごくインパクトがありました、私にとっては。ああ<ー>、<laughs> <や>じゃあ、このインパクトじはい。 でで話してよかっったす、はい、やっぱりアメリカ式で結論から先に話して <laughs> その後どうなったがやっぱりいいと思うんですね。あのですね、これは先進国で LGBT に配慮した法案が一つもないのは日本だけだ作らなきゃいけないって言ってこうなったわけです。はい、えでも、海外では,ではその女性用施設に男性 トランスジェンダーの男性が入るっていうのは、もう認められてるですかいえ、アメリカなどではあの、無性別トイレみたいなのがあります。教養トイレが。学校とかでは。はい、全学校じゃないですけどね。はい。つまり、あのな,んなんていうんですかね。LGBTO トイレみたいなのがあります。はい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 。なのに、日本はその点では、すごいん、なんだろう。 <laughs> まあ、極端なこと,、ね、とで。極端にいきましたね。んでその諸外国に既にある、えー、とトランスジェンダーに配慮した法案を参考にして、それをなまあ、せめてそれをなぞるぐらいにとどめておけば良いものを、なんで女ンまで入れるようにしちゃったのかっていうのは、なんでなんだ,だからもうその人たちに、だから、これは,これは私の。 勝手な妄想ですけど、LGBT にあまり関心のない上の方がいたとして、はい、例えば首相とか、<laughs> はい、反対も賛成もしてないような人が、はい、議連作りましたって稲田朋美さんとかが言って、私たちに作らせてくださいって、先進国並みにしましょうって。 申告、はい、で遅れてるのは日本だけですよって言われて、はい、よし、わかった、任せる。<laughs> うん。なるほど。<laughs> こういう流れなんじゃないでしょうか <laughs>。まあまあ、任せる。それはわかります。えっ、ー、と、総理大臣が,がそうだから通ったっていうのはわかるんですけど、じゃあ、はい、その稲田さんはなぜそんな、まあ、稲田さんにしちゃった、まあ、例が出たから、 今言いましたけれども、はいはい、その議,議連を立ち上げた人、まあ、コアなメンバーっていうのは、なぜそんな極端なものを作ろうとしたんですかねいやー、だから、やりたい放題にやらせてもらえたから、やりたい放題にやったんじゃないですか。ええー、はい。だからもう、こうしよう、ああしようみたいなことを話し合って、少人数で、ええー、たたな でも女の力で押し切ったんじゃないですかよくわかんないですけど、委員会も調整かけたんじゃないですかわかんないです,けどすごいですね、まあ。びっくりですよ、本当に。びっくりですね。私の中ではもう大びっくりです。だって、銭湯,銭湯だったら、男女は分かれてますけど、はいあのあのあ。だから、からが入れるんですは、言い方間違えました。 そもあるし、温泉もあるんですよ、日本は。あ、そうですね。はい、だから、一人で裸ん坊じゃなくて、みんなで裸ん坊という施設が普通にあるんですよ。日本という国は。はい。はい。もう、そういう特性の違いを全くない。ああ、そうですね。はい。そっか、そっか、そっか。法律を作るという、この馬鹿げた。この。そっか、法案ですよ。なるほど。例えば、はい、例えば、海外の、その。 配慮した法案の中身が女性用施設も男性トランスジェンダーも使えるように認めるっていうのがあったとして海外だとその特定多数がみんなで裸ん坊っていう状況がないからそれでもまあまあ成り立ってたけれども日本でそのまま同じ文言で持ってきちゃった時には <laughs> 銭湯だったり温泉だったりっていうのがね日本はあるけれども。 それはいいのってなっちゃいますもんね、うん、なるほど、うん、いやーちょっと考えられないですねもう本当に<ー>法案化されたらもうあのー、またこれ野党が入ってるからはいはいはいはかんないんですけどはいなんか与党の支持率も下がりそうだなっていう感じがうーん。 僕はもうそれが心配でならないんですけどね僕は,僕は今の与党がまあ一番ましだと思ってるんで別にいいとも思ってないですけど <laughs> 一番まし一番一番なんていうか、はい、マイナス点の低いのが自民党だと思ってるんで。<laughs> <laughs> な消極的賛成みたいな。<laughs> 消極的賛成、そうです。そうですね。<laughs> 政治に関心は高いんですけれども、残念ながら日本の政治はレベル低いな、みたいな。いやだから僕はアメリカの政治の方に関心があるんですけどね、私も、なるほど。私も、私はもう、関心を捨てたような人間ですから。ああ、そうですか。うん、そうなんです。だから。だけど、私たちの生活を、まあ。 まあそうですねだからまあ別に勝手にしてくださいって感じなんですけどまあだからへえでも確かにその LGBT 法案今の例とかを挙げてもらった限りだと、はい、女性側の影響が大きいですよね男性よりはる、いはい、かに、はい。男性はもうはっきり言って。まあ別 何、うん、だろうねあ<の>別に。別にまで。はい。い5回五人逮捕されないように気をつけようねぐらいの感じですよね。ああ。そのぐらいの感じです。そうか、はい。間違えて女性トイレに入ろうとしたら、みんなから白い目で見られやすくなる。昔より、昔より、みたいな。はい。<laughs> あ<ー>また、また、またトランス人体の人が入ってきたみたいな風に見られちゃうみたいな。間違って,てそうですよね。 へえ、そっか。あの人トランスジェンダーなんだわ思われちゃうから、気をつけないと、みたいな。うん。まあ、まあ、この法案が出ても私が女性用施設に入ることはないですから、別に、はい。私もトランスジェンダーじゃないんで。直接関係はないですけれども、<の>国民の半分に当たる人に対して影響がある法案ですからね、かなり。 そうですね、かなり影響ありますからね。うん、公共の施設を使えなくなるぐらいの。へえ、そうですか。<ぼ>はい、僕は先進国並みにすることだったら、他にもっと大事なことたくさんあると思っていて。ああ、なるほど。よりによってこれを選ばなくてもっていう、はい。 そうだと。ベビーカーの人が優先席に座らせてもらえないとか、みんな無視して眠ったふりしてるとか、<laughs> マナー、マナーですよ、いわゆるマナー。はいはい、こういうマナーを変えていかないと、はい。で変えればどうでもなるっていう話じゃないと思うんですよね、やっぱり。そうですね。えー、なるほど。いや、すごいですね。でももう、まあ思考まで、ほぼ規定路線に。 なっていそう今の話ですと。なんで、まあ、まあ、これからいっぱいトラブルが起きるんでしょうね、そうですね。自民党がいきなり解散しちゃって、はい、たまたまなんか何かが起こって逆転とか。ああ、なるほど。あ逆転してもけど、そうか、超党派議連だと。超党派だから。<laughs> はい。そう,ゃうんでゃすね。<laughs> でも、その、与党の支持率をとにかく下げればいいっていう。 作戦だとしたら、うん、まあ自分たちが下がるよりは、与党の方が影響でかいだろうからって考えれば、いいね、野党としては、はい、引きずり下ろすっていう、一緒に引きずり下ろすは、うん、うん、まあでもそんなんでね、やられたらたまったもんじゃないですよね、影響を受ける人は。そうですねなるほど。うん、いやー、びっくりしました。 まあ、<う>本当は知っておくべきことなのかもしれないですけれども、まあまあ、今、初めて内容を知って、かなり驚きましたね。女性の人でもまだ知らない人多いんじゃないですかあの、そうですね。政治にそこまで関心のない人は絶対知らないでしょうね。だから、なんとか LGBT の法案が出たっていうのは知ってる人は、まあ、ニュース見ればタイトルだけで出てるから、なんか出たんだなって、 思うんでしょうけど、中身を聞いたら、まあ、はい、私みたいに驚くでしょうね。うん、はい。うんなるほど。うん、いやー、かりました。はい。そういうことでございます。はい。わかりました。うん、もう、何が何やらという。<laughs> 何が何やら。うん、何が何やらって今、ま、全く話変わるんですけど。はい 今の何,や何が何やらっていうのは、はい、私の好きな落語家の桂失着が、落語の時に言ってたので、すごく、はい、すごく今、それを思い出しました。何が何やら <laughs>、ね。ピクッときますよね、やっぱり。くなはい、聞き慣れてることがいきなり出てくる時。<laughs> いやー久しぶりに聞いたわと思って。うん、はい。いやーということで、はい。いや、ちょっとびっくりだなそうですね。はい。はい、飛行された後の姿、楽しみですね。はい僕。僕は楽しみにしてます。うん、まあ、そうた、まあ、興味深いですね。まあ、いはい、トラブルが多く起こるんだろうなっていうぐらいですか。 うんまあ、そうですね。犯罪も増やしそうだなと思いますけど。うん、なんかありそうですけどね。そうですね。あとなんか、まデモ、デモとか起こったりとかいろいろしそうですね。はい、法案廃止そう。えっと、まあ、その法案のどうなんでしょう。強制力って強いんですかね。例えば、その銭湯なんかで、じゃあ、トランスジェンダー OK って、 してもまあ、普通に考えるとトラブル起きるだろうと。で、ああ女性客が減るんじゃないかっていうのももちろん考えると思いますので、ああそうすると、その時に事業者が、えっ、ー、と、トランスジェンダーでも性別学的な方にしてくださいっていうルールを設けるっていうのももう難しくなるんですかね。そこら辺は許されるんですかね。 トランンスジェンダー差別にな,りま,なりませんかまあなってますけれども、法律,法律上。そう。だはい、どの程度強制力があるのかなっていうのが、ちょっと、うん。まあ女性客減りますよね、きっと。減りますよね。はい、はい。なんで、うん。まあ確かになか興味深いですね、どうなるか。そうですね。うん、はい。はいはい 今ともみさんはもう政治生命終わるでしょうね。<laughs> でもそれがその稲田さんが、えー、と名を連れてるっていうのが、どこまでみんな把握できてるかっていうと、うん、まあ、そこまでも知らない人は多いでしょうね。うん、そうあんまりはい どううなんでしょうね確かに超党派でやってるってことも知らない人が多いでしょうね。いや、本当そうです。つまり、はい、自民党名って言おうと思ったら、はい、え、超党派だったってことはみたいな、うんうん、うちの応援して党も参加し、はい、みた <laughs>、ね、<laughs> みたいな。そうですね。あれみたいな感じに思っちゃう、ね。すごいルールだな。<laughs> そうですね。はい。わかりました。この日本で。 んおかしな、おかしな世の中だな。<laughs> 過激ですね、いろんなことが、ちょっと。なかなかそうですね。いい方向に変わってる過激な変化もあるんですけどね、日本は。まあそうですね。まあ過激。本にいい方向に変わってきてるなっていうものも結構あったりするんですけど。はい、ああ、なるほど。l g b t プラス A の法案については、本当に、だから、なんて言うんですかね、少なくとも T だけにしてほしいんですけどね。はい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 。僕の経験で言うと、うん、バイセクシャルの人にろくな人間はいないですからね。まあまあまあ。<laughs> あ<の>全員じゃないですよ。全員とは言いませんよ。ひろきさんの経験則に基づいてい,はい、はい、僕の経験上の統計値で言うと、はい バイセクションにろくな人間はいないですからね。全員が恋愛対象ですからね。<laughs> ああ、なるほど。接する全員が恋愛対象ですからね。<laughs> なるほど。うん、もう、本当にろくなやつじゃないなと思ってる。<笑><笑>なるほど。はろくな人じゃないと思ったら倍だったみたいな人は結構います、ね。まあまあ、まあまあ。まあまあ。まあ。<laughs> まあ、そこら辺に関して私は、 出会ったことがななないいんででで<ー>コメントできないですけどどるほ LGBTQA とかいろいろありますけどはい、はい、だから一色たんにするのもまず間違ってますし、はいはい、なんかやっぱり先進国の中でうちだけないからとかっていう理由で急ぎ極端なものを作った、うん、印象が否めないんで。 本当に、なんというか、はい、拙速だな、というふうに。うん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 。で、まあ、大事件、大事件というか、あの、大騒動になるんだろうなう。うん。ううんんそうですね。うん。<laughs> これで対人までいったら面白いんですけどね <laughs> <え>。<laughs> これで対人までいったら面白いんですけどね <laughs> あー。ああ。 はい、まあメディアの報道の仕方なんじゃないですか、そうしたら。そうですね、そこを問題を大きく取り上げて、で自民党の重鎮にいろいろ聞いたら、誰かしら出現するだろうと。そしたら一気にもう。 合格運動、合、はい、格運動、ね、そうですね、なる可能性はありますね、確かにはい、安倍派が、安倍派がいろいろやってくるんで、はい、<laughs> やってみますかね、よし、ここは一致団結するときだ、うん、いよいよ、いよいよ、会長を決めようって言って、まあ、確かに、えーと、党内闘争で、まあ、収まれば自民党に対してはそこまで影響ないかもしれないですけど、ねはいはい、自民党自体がってなると。 ままあまあそこら辺もでも確かにどう影響あるかっていうのでも興味深いですね、政権に。うん、そうですね。はい。維新の会議の議席数増やしましたし、はい、ああ、なるほど。えそうという意味では、なかなか面白くなってくるんじゃないでしょうか。はい、確かに。はい、結構影響ありそうな法案ということで <laughs>、はい、でなかなか。へ、はい、えー。 もちろん、そこから始まったというふうに言われる法案になるかもわかんないです、ね。すごいな、そんな、そんなあれだったんですね。えー、そうです。はい。はい、いやー。も整ってないのに,本当にいやー、びっくりしました。はい、びっくりです、ね。は <laughs> ういう。う これほど慎重にやらなければ進めなければならない物事を、性という機敏な、こう、ジャンルに関して、そんなに拙速に決めて通ってしまって、いいのかという。素朴な疑念。いいですね。はい、いや、批判がどうし、うん、まあ。はい うん、そうですね。いいまあ結果としてはよくないにきっとなるとは思いますけれども。はい。はい。まあその答え合わせを何年後か分かんないですけども。いや結構早いです、はい、多分思考は。思考どれぐらいですかまあ年内。えー、年内かは分かんないですけど、来年の4月にはもう行くんじゃないですかああ、そうですよね。交付して思考ですよね、確か。 順番としては。1年ぐらいは。そうなんですかね。あ,あまあ、うん、どうなんでしょう。そこら辺のルールは細かいの知らないですけど、はい、まあでもそうですね。確かに。来年にはじゃあ、影響がもしかしたらポンポン出てるかもしれないですね。もう。そうですね。はい、はい。じゃあちょっと、経緯を追跡しておきたいと思います。はい。うんはい ありがとうございました、今日も。いえ、はと、い。よかった、答えられて。はい、<laughs> 皆さん、私、なんとか答えられたみたいです。はい。頑張りました。<laughs> と,ということで、はい <laughs> <laughs> この突然の質問のコーナー、今回も、なんとか成功ということで終わらせていただきたいと思います。それではまた。 別の配信でお会いいたしましょう。さようならさようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。